食器俺洗うよ。ありがとう。ありがとう洗い物。うん。え、びしゃびしゃじゃん。え。土曜どこ行く？ん？土曜俺6日だよ。え？10月の6日だよ。え？あ、手伝おうか。ああ、ありがとう。じゃあ洗濯お願い。はい。じゃあスイッチ押して。私の仕事着洗濯ネット入れてくれた。あーごめん。乾燥フィルターは。あーごめんごめんなさい。はい、皆さんこんにちは、ノマライフのショウです。今日はあの夫婦の三大問題に答えが出たので今回動画を撮っています。ちょっとまあいつもとは違う動画なんですけど、三大問題今回取り上げるのはこちらで、食器洗い後シンクびしょびしょ問題と、記念日忘れる問題と、家事手伝ったのに怒られる問題、これもどの家庭もあると思いますので、まあ、絶対あると思いますので、これちょっと解決していこうかなって思います。でもしこういう問題起きたことないっていう夫婦もしくはカップルは完璧なんで、このままブラウザバックしていただいて、僕たちの日本一周総集編でも見ていってください。はい、素晴らしいです、その夫婦は。すいませんでした、こんな3台とか言っちゃって。ただ勝手に解説する前に、僕たちはどのぐらい夫婦やっていたかっていう話なんですけど、ちょっと簡単に僕たちのことをちょっと話そうと思って。僕たち同い年28歳夫婦で、結婚して5年になります。で群馬で5年間働いておりました。僕が高校教員で、夫婦さんが地方公務員で働いておりました。で、富士山の病気をきっかけに仕事を辞めることになりまして、でどうせ辞めるんだったらってことで、日本中を見て一番いいとこに住もうってことで、日本一周1年間しながら YouTube を始め、福岡に移住することになりました。で、現在に至ります。ただ5年ぐらい結婚しただけの夫婦なんですけど、ここ重要ですね。ここ24時間365日ほぼ一緒に過ごして、かつ仕事も一緒ってことなんで、もうありとあらゆる喧嘩は僕たちしました。はい、他の人よりも、他の5年の人よりももうだいぶしたと思うんで、まあこれから結婚する人とか、あと同じぐらい夫婦生活やってる人だったら、まあなんか参考とかになるんじゃないかなと思って、今回動画にしてみました。はい、そんな感じです。今回の三大問題以外にもなんかいろいろ夫婦の問題ってあると思うんで、ぜひコメント欄で愚痴とか、こういうことあって困ってますとか言ってくれたら、視聴者さんも楽しいと思いますので、バンバンこうコメントでいただければと思います。役に立ったらぜひチャンネル登録もお願いします。でやってくんですけど、ちょっとまだ前提がありまして、これかなり込み入った話なんで、ちょっと最初に前置きをしとかないとまずい。まあ、そもそもこの動画全部僕たちの持論なんで、僕の持論なんで賛否両論はあると思うんで、一つ一例だと思って聞いてください。で解決ってダメじゃないって話あるじゃないですか。有名ですよね。その男女の話で、例えばその女性が男性に相談とか愚痴とかを言った時に、ね、こういうことあったんだよ最悪って言った時に、男性がああなるほどねとか言って、じゃあこうした方が良かったんじゃないとか、そういうアドバイスしちゃうみたいな、あるあるですよね。これ絶対ダメってもう有名ですよね。もう義務教育で習うやつなんですけど、男性は解決をしたがって、女性は共感を欲しいだけ、だから聞きりゃいいっていう話なのに、解決しようとするからトラブルになっちゃうとかあるじゃないですか。そういう話踏まえると、僕の動画ってもう破綻してないです。三大問題あったから解決策見つかったぜっていう動画はまずいっていう話なんだけど、そうじゃないですよね。こちらあるんですけど、今回改善です。勝手に僕の動画を見て旦那さんがいい感じのいい夫になってくれたら、それって素敵なことじゃないですか。だから今回勝手に見て勝手にいいお父さんになるっていう動画なんで、改善だからこういう解決じゃないよっていう、そういう話は一つちょっと前向きで言っておきます。じゃあいい夫になっていきましょう。ということで三大問題の一つ目からやっていきます。一つ目、食器洗い後シンクびしょびしょ問題ですね。なぜびしょびしょになるかっていうのを僕がもう図解でバッチリ説明しますので、こちらを見てください。こちら旦那さんで、こちら奥さんの絵ですね。もう見てわかるでしょ、なぜびしょびしょになるか。ここっすよ、ここ。このね、背丈でシンクとの距離が離れているわけなんですよ。これですね、原因は。だから一生懸命こう食器洗いをした時でも、こう周りがバシャってなっちゃう、この高さが。でしょうがない。で、女性の方がまだ背丈があるんで、いい感じにちょっと水がこのシンク内に収まるっていう、こういうからくりがあったんですね。そういうのを踏まえまして、原因は背丈 10%、旦那さんの雑さが 30%、旦那さんが別に濡れても一生って心持ちなんで 60% なんで、9割旦那さんが悪いです。すいませんでした。本当にすいません。シンクびしょびしょになるのは全面的に旦那さん悪いです。さっきの図解とかも。
すいません、ふざけてました。すいませんでした。こんな感じです。で、もう僕たちすごい悩んだんですけど、僕たちじゃないね。いろいろ考えたんですけど、シンクをびしょびしょにしない方法はなかなか難しかったんで、よほど気をつけないと。食器洗いのスピード落ちちゃうし、難しかったんで、もう完璧な改善策が見つかりました。今回これでいきました。食器洗い後、マイクロファイバーで拭きます。なんかマイクロファイバーのタオルみたいなものがうちあるんで、それで毎回食器洗いの後にピッカピカに拭くんですね。これめちゃくちゃ良かったです。やっぱそのシンクがピカピカっていうのはめちゃくちゃ気持ちいいですね。その今まで僕正直濡れてようがどうだろうかいいと思ってたんで、蒸発して乾くし、その水垢になったとしても後で拭けばいいなと思ってたんでどうでもよかったんですけど、いざ毎日ピカピカのシンクを見るとテンションが上がって気持ちがいいんで、もう本当にシンク綺麗派の人間に変わりました。それぐらいなんでマジでおすすめっすね。でこれまあインサート映像出てると思うんですけど、まあ、シンクの近くにそのマイクロファイバーを置いて、でそのまま拭く。でこれね、フックつけたまま拭くのが基地です。なんかその楽なんで、でそのまま衛生上良くないんですぐ洗濯はしますね。結構な頻度でしてて、うちはドラム式洗濯機なんで洗濯乾燥を行うのに2日に1回入れてますね。でそれもドラム式なんで干す手間もないんでめちゃくちゃいいなっていう風になりました。こまめに洗濯して清潔に保つのもコツです。これめちゃくちゃいいんで本当におすすめですね。ぜひ取り入れてみてください。必ず奥さんのね許可をいただいてから。それでは2つ目の問題、これ記念日ですね。記念日を忘れちゃう問題。これはですね、前の職場の僕の先輩なんですけど、先輩も記念日を忘れていたことがあって、当日かちょっと過ぎたぐらいに思い出して、もうやばいじゃないですか。そこからなんかプレゼントとか買ったりとかしたんですけど、偶然相手も忘れてたんでなんとか事なきを得たみたいなとあったんですけど、めちゃくちゃヒヤリとしますよね、記念日忘れた時。これは絶対忘れちゃいけない。でまずはそのなんでこんな問題起きるのかっていうのをちょっと調べてきたんでちょっと話させていただくんですけど、男性はマルチタスクが苦手、よく聞く話じゃないですか。調べた結果だと、一つのことに集中しちゃって仕事のことに頭いっぱいの時に記念日を忘れちゃうっていうのがどうしてもあるっていう、なんか言い訳みたいな感じで書いてありました。であと女性は2つあって、女性は記憶を司るなんか脳の部分がその発達しているらしくて記憶力がいいらしいです。そもそも記憶力がいいと。であとは女性は感情とかなんか共感力が強いって話よく聞きますよね。感情と記憶をリンクして覚えやすいんで、その嬉しい出来事であるその記念日っていうのは覚えやすいとか、そういうのがありましたので、その男性よりも一般的に女性の方が覚えやすいってことなんですけど、まあ結局はまあ個人差があるものだと思います。であと残念ながらその僕結構記念日忘れない人間です。こんな三大問題とか言って僕全然このお話影響しないです。フィザーと付き合ってから3687日目ですし、フィザーと結婚してからも1761日目ですので、結構秘密強い系男子です。すいません、はい、この問題僕には関係ないです、申し訳ありません、はい。でむしろフィザーの方が結構記念日忘れてます。ちょっと面白い子なんで、はい、面白いですね。僕がどうやって覚えてるかっていうのも一応参考に、ほぼ参考にならないと思うんですけど、僕結構暇の時に思い出して記憶するっていうのを結構意識的にやってます。っていうのは大学の後輩とか、あとは僕教員やってたんで昔教えた生徒の名前をなんかポカーンとしてる時に思い出したりして、あーあいつはこんな名前だったなっていうのをねよくやってます、いろんな人とか。でそれと同じように記念日とかも、ああ何日だなって言えるようにとかしてますね、暇な時。そう、それ定期的にやってるっていうのが一つおすすめなんですけど、ここで紹介するのはそんななんか普段からやってる人とかじゃなくて誰でもできる方法をちょっと紹介したいんで、こちらです。これすごかったですね。スマホアプリのリマインダーって知ってますか？これも良かったです。これが偶然さっき言った前の職場の先輩の結婚記念日そんなこと忘れてるっていう事件があったんで、その日確かふざけてリマインダーアプリ入れといたんですよ。で翌年にリマインダーアプリが作動して、あ、何々さんこれ結婚記念日この日覚えてますかって言ったら、ああよかったって言って思い出してくれた。なんで先輩の一日を救ったことがあるんですよ、このアプリ。実績持ちです。なんで、まあ、このアプリ結構いいなっていう風に思いました。やっぱ文明の利器使っていかないと人の記憶だけだと心配なんで、大事な人か友達の誕生日とかそこだけは使った方がいいんじゃないかなっていう風に思います。スマホの通知って基本切った方が僕はいいと思ってる派なんで、時間取られちゃうんで、リマインダーアプリ以外はもう全部通知切っておいて、なるべくそのリマインダーも大事なことだけ使って他のあんまり通知ならないようにしとくのが基地だと思います。こんな感じでもう記念日はもうバッチグーです。最後の問題、最後はですね複雑ですよ。家事手伝ったり送られる問題、これ何かっていうと、例えば洗濯物を奥さんがこう取り込んでくれてるパターンだりとか、
で、その時に、ああ、大丈夫、手伝おうかって言って手伝って、畳んだりとかする時に、その畳み方が違ったりとか、ちょっと手間取って遅いとかいう時に、ちょっとやり方違うんだけどって言われちゃって、で、こちらもイラッとしちゃって、あなただったらもうやんないよみたいな。せっかく手伝ったのにみたいな感じでなんか揉めてしまうとかあると思うんですけど、いや別に僕があったわけとかじゃないですよ。なんかまああったかもしれないですけど、一般的にあるじゃないですか。それの問題を今回話していくんですけど、そもそも前提が違くてこれなんですよ。手伝おうかが NG。 家事って2人の仕事ですよね。まあ、100歩譲って、まあ、料理が奥さん担当って決まってる家庭だったらまだギリギリセーフ、ギリギリですよ、ギリギリセーフだと思うんですけど、掃除洗濯とか2人の仕事っていうのを手伝うっていう方はもうすでにマイナスなんですよね。マイナスっていうかもう傷つけちゃってるんですよね、奥さん。で、奥さん傷つけた状態でなんかいややるのも遅いしやり方も違うってなるとちょっとイラってしてちょっと行っちゃう。で、旦那さんは手伝ったのに急に言われちゃってムカついちゃうって言うんですけど、そうじゃなくてもう最初から傷つけちゃってるんですよね、奥さん。その言い方とか態度っていうのはすごい大事だよっていうのを旦那さんにちょっとこれ言ったかったです。それと同時に今回初めて奥さんにも、奥さん側の話なんですけど、奥さんにお願いしたいんですけど、本当に手際が悪くても許していただきたいです。それ僕もお願いします、許してください。やっぱりその僕教育に携わったことのある人間なんで、なかなか人って覚えないんですよ。習慣だって3週間ぐらいやんないと覚えないってことなんで、先生方一生懸命授業してるけど、もう取ってくる点数100点なんて全然いないじゃないですか。何回も復習したり友達に教えたりとかして初めてやっと覚えるっていう動作じゃないですか。家事とか全部のこと一緒で、指示が5個いっぺんに言われたってなかなか覚えないし、1回言われたからって覚えないから何回か言わなきゃいけないしね、さすがに家でメモしろとかそういうことはないと思うんで、ちょっと多めに見ていただきたい。わかります。もちろん普段から家事やってそんな仕事ぐらい覚えとけよっていうのもすごい承知なんですけど、どうしてもその頻度とか家庭によって事情あるじゃないですか。なんで3週間連続で同じことをやったら人は覚える、それぐらい人は覚えづらいっていうのを意識していただいて、ちょっと旦那さん許していただきたいです。温かい心でっていう、この3大問題、最後はもう本当にね、改善は温かい心です。温かい心、ドラえもんのような心でちょっとここは接していただきたい。で、まあ、旦那さんは本当に言葉遣いと感謝、日々感謝、もうずっと感謝。そして行動ね、言われる前にやったりとか、手伝うなんて僕も合コン同談ですよ。夫婦共に相手に寄り添ってやればこの問題解決するんで、ぜひぜひそういう気持ちでいてください。これ何の動画なんですかね。はい、という感じでした。で、まあ、実際この今挙げたトラブルなんてもうほんの氷山の一角で、もうすっごいありとあらゆるトラブルあるじゃないですか。問題無数なんで、まあ、こっそり旦那さんはいい夫に話し合うのも大事なんですけど、話し合う前から、話し合うとね、どうしてもなんかこう解決しようとして偉そうに言っちゃってるようにとらわれちゃうこともあるんで、最初からいい夫、いい旦那さんでいてほしいから、こっそりいい夫になっちゃいましょう。ちなみにうちはですね、富士さん結構言語化が苦手なタイプで、話し合うことあんまり好きじゃないですよ。だから話す、どうしても話すときは端的、まあ、話し合いっていう風にならないようにしなきゃいけないんで、これまた難しいんですけど、まあ、それはその過程によると思うんで、基本的には話し合って、はい、一番いい関係でいてください。今回こんな動画にしたんですけど、普段は少ないもので生活するミニマリストの暮らしを発信しているので、ぜひぜひ見てみてください。またこんな動画もやるかもしれません。もしこの動画良かったらコメントください。そしたらやるかもしれないですし、今回だけで閉じるかもしれないです。はい、ちょっとふざけましたね。ちょっと動画をタイミングが難しかったんでこんな動画撮ってみたんですけど、はい、こんな感じです。最近福岡に移住して毎日楽しいです。はい、本当にやっぱ去年は日本一周してて、まあ、結局定職にはついていなかったんで、なんか罪悪感とかもあったんですけど、やっと仕事もつけたんで、なんか結構のびのび生活できてるし、新生活も楽しいし、はい、さらにストレスがなくなって、晴れやかに毎日を過ごしております。まあ、そんなこんなで、なんか生活改善情報っていうか、皆さんの生活の役に立てる情報が発信できたらなと考えておりますので、ぜひぜひこれからもよかったら動画見ていってください。いいかな。それでは以上です。ノマライフのショー